おはようございます。塚原農園です。今日はそら豆の畑に来ております。いや、今年はそら豆が絶不調でございます。皆さんの地域はどうですか？九州の方とかはもうだいぶ大きくなって、もうそろそろ収穫が始まるんじゃないでしょうか。私の住んでいる関東茨城県古河市なんですけれども、辺り一面そら豆ですね。家庭菜園の方やってる方結構多いんですが、やっぱりこのぐらいの背丈です。今年はですね、昨年のやっぱり大寒波が影響しているということもありまして、遅いですね。背丈も平年に比べると背丈が半分ぐらい本当に参りました。そして風がですね、またその後に追い打ちをかけるようにずっと吹いていたので、相当ストレスがかかっていると思います。そして本来でしたらもう今日あたりに支柱をやる予定だったんですけれども、ご覧のようにですね、背丈も小さいです。まあ、風に揺られているんですが、今日は本当に風がとても強くて、風速ですね、5、6メートルの強い風が吹いているんですが、今日は軽くぼかし肥料の追肥、微量栄養素とほんのわずかなんですけれども、あと3要素ほんのわずかに入ってます。そして一番は微生物を使ったものですね。とりあえずこういった状況なので、まだ追肥は全然必要ありません。ぼかしなどで微生物を増やして根っこが張りやすい環境をとりあえず作って、今しのぎましょうということで、もうある程度落ち着けば一気にぐーっと大きくなりますからね。こういった年もあります。そして支柱を立てるはずなんですが、ご覧のように振り回されてますよね。今不織布をずっとかけておいたんですが、今外した状態です。で、今風が吹いているのでこう揺れていますけれども、今ちょっと風が収まりましたね。このままだと茎がボキーンとですね、折れてしまいます。この折れるのを防ぐために、本来でしたら支柱はやりたいんですけれども、なんせタッパがですね、4、50センチしかありません。支柱を立てても、全然ですね、役に立ちませんので、今日は土寄せでカバーしていきたいと思います。はい、ある程度そら豆が大きくなってくると、結構このように分裂してですね、側枝がどんどん出てくるんですね。で、この株元あたりにマルチの肩にある土をガツッと寄せて、それをやるだけでも揺さぶられる心配がありません。今はもう株マルチの方が平ら、株元からマルチのところに何も土が寄っていない状態なので、すごくこう揺れているんですよね。もう今ちょっとした風でもこんなに揺れちゃってます。それでは、毎度おなじみの、お手製のぼかしですね。もみ殻を燻製にしたものと米ぬか、これを少しだけ与えてきます。もうこの株元、肥やけ、肥料やけみたいなものはしませんので、この株元あたりにちょろっとですね、こんな感じでパラッとやっておきます。うわー、風が強い。で、そしてここへ土を、かぶせていきます。株元に今こちらにぼかしを与えましたと。で、このドーム状になるような感じ、お椀をかぶせたかのような感じに、こちらのマルチの肩にあるこのような柔らかい土を株元に入れていきます。結構多めがいいですね。そして株元にこんな感じで寄せていきましょう。ちょんちょんとですね。うわ、すごい風。で、そら豆は一番最初シェーダーとなるところが出てきて大きく育つ場合もありますし、側枝がどんどん出てくると、脇芽みたいなもんですよね。側枝といいますか、ここからじゃがいもの芽のように出てくるんですけれども、そら豆はここからスナックエンドウみたいにどんどん出てくるんですね。で、あまりにもダメージがひどいようなものは見切りをつけて株元あたりでバツッと切ってしまって、低いもので高さを調整して、5、6本ぐらい残してあげるといいと思います。まだ支柱ができない場合は、あまりにもこれが長い、1本だけ長いと、ここだけ風を受けて、全体的にやられてしまうことがありますので、そういったこともですね、臨機応変にやってみてはいかがでしょうか。
そしてだいぶ暖かくはなってきていますが、今このように花を咲かせているものは朝と晩の気温が低いので、これはすべて花が咲き終わった後このまま枯れて実をつかせることはできません。山菜屋みたいですね、鞘がつくことはありません。花落ちしてしまいます。これが4月に入って中旬頃に本当にこう朝と晩の最低気温も10度ぐらい下回らないぐらいになってくれば、その咲いた花はきちんと実をつかせることができますので、今この下にある花はそんなに収穫には期待しない方がいいと思ってください。はい、もうちょっと土寄せした方がいいですね。これがっつりとやっちゃいましょう。でここできちんと土寄せをガツッとやって手で押さえておけば、ここから脇芽がまたどん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 吹いていきます。もしここがダメで、例えばこちらのように、これ少ないですね、これ見ていきましょう。はい、こんな感じで今年はこのぐらいですね、大寒波でやられちゃったんです。これカボソイですよね、これも結構いい感じでこんな感じに大きくなっていたんですが、やっぱり霜の影響、大風、北風、台風並みの風でやられてしまった。でも生きています。今は小さいんですが、これは引き抜かずにこのままにしておいてあげてください。先ほど言いました通り、ここへちょっとぼかしを、まあ、肥料とかですね、三大要素の窒素とリン酸とカリのオール8号みたいなものは強すぎますので、ぼかしとかがいいです。でそのように与えてから、また同じように土をかぶせてキュッとやっておく。そうすると今弱々しいですが、ここからこちらのような強い枝がぐーっと吹いてきます。これは諦めずに、こうなっていてなんだか今年は失敗しちゃったな、ダメかな、他の植えるためにこれ引き抜いて捨てちゃおうかなと思っている方、かわいそうなのでこのままもう少し様子を見てあげてください。これで2週間ぐらいしてくれば、ここから勢いよくですね、芽が出てくると思います。それまでは3要素は相当肥料分としては使えませんので、ぼかしぐらいで十分です。やる作業は至って簡単なんですけれども、このほんの一手間で野菜は応えてくれるんですね。でなるべくでしたら、今日みたいな風の強い日にやらずに、風が吹く前に、やってあげるといいですね。はい、こちらもぼかしを入れましたと。で肩にある土をここら辺マルチの外、もう気温が高くなってくるとこのように雑草がたくさん生えてきます。この草を取りつつ、マルチの肩にある土をこんな感じで寄せてあげるね。そら豆は土寄せ、大切です。マルチをしてやるのに土寄せってなんだろうって思われる方いらっしゃるんじゃないですか。前回ジャガイモ栽培でも、ちょっとコメントをいただいた方がいらっしゃったんですけれども、マルチをしてあってもですね、この上には土は寄せることができます。これはあくまで大きくなりすぎたものが強い風によって揺らされないために、枝が折れないために、このように山盛りにして、これで土を寄せてあげたことによって風からこの枝を守ってあげるだけの役割になります。でまた新芽も吹いてきますので、この土というものはとても大切です。まあ、これは臨機応変なので必ずしもやることではないんですけれども、まあ、元気な状態でも私は大体やっております。まあ、地域によってですね、これをやるやらないという地域もあるそうですけれども、私のところでは大体やっております。もう少し大きければですね、もう4月に入ろうとしてますから、もう支柱を立てたりして紐を張って、それで支えられるような、こんな感じですよね。紐が張ってあって、で紐でこんな感じになるのが理想なんですけどね。今年は本当にちっちゃいですね。でも植物は季節に合わせて生きてさえいれば順調に育って、いずれ5月のゴールデンウィークぐらいに連休になってくれば、たくさん実をつかせるように育ってきますので、今年は小さいからといって慌てなくても大丈夫です。はい、
わ、すごい風ですね。でもどうですか、今ガッと一瞬強風が吹きましたが、はい、こちら全然揺れてませんよね。上は少しは揺れますが、株元が全然揺れてません。ここから折られてしまうともうおしまいなんですね。ここら辺すごい暴れてますよね。もうわさっと四方八方に芯先が向いちゃってます。あっち行ったりこっち行ったりですね、こう広がっちゃってますけれども、土を寄せると真上向いてますよね。これがとても大切なんですね。今だいたい背丈が 5,60 センチになって順調にいって、支柱の紐張っているような地域というのはほんのわずかだと思います。昨年の大寒波の影響などが全くなかった地域、ほとんどの地域の方が、結構大寒波にやられてしまった。で、背丈がこのぐらい、あちこち菜園で20箇所ぐらい関東でちょっと回ってきたんですけれども、やっぱりこのぐらいが限界ですね。これ以上大きいものは一件もありませんでした。まあ、そのぐらいな年でもこれをやることによって順調に育つことができますので、皆さん諦めずにですね、そら豆元気に育ってくれという思いを込めて、軽くぼかしなどを与えて、遅効タイプがいいです。ゆっくりと穏やかに長く効く、特に微生物などが入っていますよという、自分で作るぼかしというものは結構手間がかかります。こういったものを自家製のぼかしを作れるのがちょっと難しいなと思われる方は、今は市販品のぼかし入りという肥料もありますので、それを薄く撒いて土をかぶせてあげるといいと思います。はい、いいですね。全然揺れなくなりましたね。こんな感じで様子を見て、おそらくあと一雨二雨ぐらいして2週間ぐらいすれば支柱が張れると思いますので、またその成長に合わせて支柱などやっていきたいと思いますので、今後の動画もお楽しみください。では今日はこの辺で失礼いたします。今日の動画がいいと思う方は、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。